松木さん、何してんのよこんなとこで一人で。何してるって、あなたこそ一体どうしたの。私昨日からこのホテルに泊まってんのよ。このホテルに、うん、一人で、うん、夕方こちらに着いたんだけどね、キャンプって言ってもどこにいるかわかんないじゃない。じゃあ遅れてきたの。うん、高木先生からね、ぜひ来るようにと電話いただいたもんで。電話、うん、せっかくだから来て差し上げたのよ。なあ余計なことしてこの。え、いや、なんでもないわ。ねえ、ちょっとあの、あっちに、あっちじゃない、はい。どうしたのよ、急に。あのね、なんだかとってもあの、喉が渇いちゃって。あ、なんかあの、飲むとこないかしら。そりゃあるわよ、これだけのホテルですもの。そうね、じゃあなんか飲みましょう。どこ行くの。え、いや、あのちょっとおトイレ。あ、おトイレならね、あっち。このホテルに君がいるんじゃないかと思って。あの、じゃあ私を探しに。うん、当たり前じゃないか。まあ、嬉しいわ、うん、そんなにまで私のことを思っていてくださったんですね。君、今自分までこんなところで何をしてたんだ。あの、キャンプなんか来るつもりはなかったんですけどね、高木先生が貝沼先生と変わられたでしょう。松木君、集団生活というものは規律が一番大切なんだ。オリンピックだって参加することに意義ある。いいかい、いくら理事長の親戚だからってそんな身勝手なことは許さんぞ。個人プレーは絶対許さん。あ、そんなことしちゃって先生だって。僕がいつ個人プレーをしたんだ。私を探しにこのホテルへ来たなんて嘘なんでしょう。何、本当は高木明日香さんとおデートするために。高木明日香、明日香君に会ったの。それで、アスカ君はどこにいる。こっちよ。こっちってこっちか。さあ、行きましょう。どこだ、どこにいるんだ。先生も一緒に泳がない。冗談じゃないよ、君。じゃ、ah!